はい、こんばんは、山城と申します。どうかな？なんか、さっきからね、なんか出る暑いからなのか、それともメモリカードがちょっと悪いのか、ちょっとわからないんですけどね、なんかエラーが出ちゃって感じなんですけどね。今日はね、今どこにあるかと思うよ、四日市の中川原のローソンなんですけどね。まあ、サブちゃん用ですね。たまにはちゃんと近況報告をしとかないとなというわけでですね。山田もぐもぐ最近ショートにとってね、あれ用のね、ちょっと食べ歩きというか、食べドライブしながら進めていこうかなというわけでございますね。まあ、ついでに近況報告や雑談を、まあ、ただ、速報的にパパッと入れちゃうのか、ただ入れるで、ね、余裕がないとかっていうあたりもね、ちょっとね、近況報告とかしながら、もしかしたら上がるの9月のね、頭ぐらいになるかもしれませんけどね。うん、8月はね、ちょっと予定がね、あまりにもパンパンなんで、まあこれ撮っとんの8月の頭、今日8月の5日か。なんですけどね。うちのチャンネル的には今ね、絶賛、1日5本動画投稿っていうのを始めて、それのやつをやってるんですけど、まあ、それでね、いろいろと疲れちゃったんですけど、実はもうね、8月分のその、だいたい約150本、31日で155本か。動画をね、1日5本投稿で31日ですから、50の100、155本なんですけど、この155本は、実はもう作り終わりました。8月入るまで作り終えれるかなと思ったんですけど、さすがにそれは難しくてね、先週末にちゃーっとやって、終わらせて、なんとか、全部は作れたんですけど。まあ、おかげでね、特に、山田もぐもぐの方はね、もうね、食べてある在庫のストックが少ないんで。で、今、初動ね、5日ぐらいですけど、見てるとね、最初はね、まあ、9月からまたこれも1日1本にして、ショート1本のロング1本をメインにして、1日2本投稿メインのペースにしとこうかなと思ったんですけど、いざね、ちょっと蓋を開けてみたら、今度か、出るか。運転してながらやってこう。本当はここにちょっと食べ方が、ここね、中原はね、あんまり駐車場が広くないですからね。しょ。どこまで話したっけ？あ、そう。で、1日2本投稿にね、しようかなと、も思ってたんですけど、データのレイアウトを見てると、やっぱショートって数打つって結構、が単純に線比例して効果として反映が来るんで、やっぱ、ショートは1日2本打った方がいいかなーっていうことなんですけど、問題はこれ、もくもくしてるね、動画を撮ってるわけですけど、まあ、これってね、すごく UTG が高いじゃないですか。何食べたっていいですからね、食べたものをね、特に何か、掘ってやるわけでもなく、ただただ、もくもくすればいいっていうだけの動画にされてあるんで、まあ、よくね、コメントでは、いや、感想とかはないんかいみたいなとかね、いろいろといただいたりもしますけど、まあね、写真とかね、そのデータ見ていただいてね、それを美味しい、そうだなと思うかどうかはね、それはもう、視聴者様のね、完成に任せるところという感じでね、やってます。なんか、あまりぐちゃぐちゃ言ったところで、ショーツだとね、どうせうまいとかぐらいしか言えませんからね。っていうところなんでね。だったら、ね、まずいっていうわけでもないですからね。っていうことで、ああいう風なね、感じにしましたけど。とはいえね、あれ、要は外食になるんで、1日3食でずっと外食続けるとかってなると、外食っていうよりは昼食になるのか、お弁当ですからね。そう、どうしても外食だと、お店だとね、店舗の撮影許可とかをいろいろ取ったりしないといけないとかってなってくるんで、そうすると大変ですし、まあそもそも仕事終わるのがね、夜中の2時、3時とかね、最近ちょっと遅くて4時ぐらいになっちゃう時もあるんですけど、ですとね、空いてるところなんてね、もう牛丼屋さんぐらいしか、まあ、ここが牛丼屋しかないですからね。ってなってくると、もうテイクアウトでね、いろいろと買ってやった方が手っ取り早いなってことで。っていうのもあってね、もうお弁当をメインで撮ってます。まあ、これ、ね、私、四日市で撮ってるんですけど、ね、三重県のあたりでね、ぜひ、ね、撮影、その、も、あの、食べに来てくださいよって言うとかだったら全然言ってもらったら、まあ、ただもぐもぐするだけでなんか美味しいとか感想、まあまあまあ、それは別に横からこのカメラに撮ってやって、それはそれでお店紹介動画にしてもいいですしね。
まあ、そういうのは、あったりするんですけど。いや、やっぱ1日2本分をね、確保しようと思うとね、そういう感じで、夜中で愛してるんで。まあ、なんで、この8月に向けてのところはね、なんか同じ服で結構食ってると思うんですけど、1回で弁当4個とか食べてましたからね。撮影できるとき、撮影できないときもあるんで、仕事がね、残業とかで、帰ってきて、もう、ちゃっとね、そのまま次の日というか、でね、動画で編集とかもやってとかってなってくると、あんまね、撮影して撮っとるんですけど、あれもねえな、とかっていう時もあったりするんで、っていうのもあるんで、今みたいに1日5本をずっと続けるのは、これはね、さすがに無理です。それはね、さすがにね、かなり、厳しいところで、ショートオンリーで5本でもちょっときついですね。というか、ロングの方は、要は、取りダメがね、めちゃくちゃあるよと、いう話、どっかでもうしてると思いますけど、実際、かなり取りだめが、多くなってるんですよね。ですので、今、なんとかね、それを吐かせる方向でね、今だって、9月のね、それで動画のやつを始めてるんですけど、まだ4月に撮影したやつですからね。まあ、さすがに3ヶ月に、ね、3ヶ月くらいのマージンでやった方がいいかなという感じはありますね。あまりにも季節感が違いすぎるんですよね、今。やっとね、寒さが和らいできたっていう感じ、年になってきましたからね。今、お花見の動画の編集を終わって、あれ、花見行った次の週ぐらいに撮ってんのか。近鉄のね、動画が上がります。一番、まあ、地元なんでね、近鉄っていうと地元で、かつ、路線網がね、施設の中でね、一番多い、最長のね、路線網で、駅数もね、非常に多くなってますんで、いろんな企画ができるんですよね。っていうことでね、そういう方、ちょっと、また新しいね、対決企画、まあ、検証対決企画っていう、感じのタイトルにしましたけどね、それをね、やっていきたいなと思ってるわけです。っていうことなんでね、まあ、どっちかというと、ショーツの方のがね、キンキン、取っていかないとな、というところで、そうで、食べに行く店もね、少ないですけど、言うてね、やっぱね、これだけね、1日、4個、1食でね、弁当4個とかね、食べたいとかやってると、何が起こるかっていうとね、財政危機が起こるわけですね。まあ、ただでさえね、ちょっと、ここのところね、仕事がね、なかなか、大変なことが 続いておりましたんで、結果的にね、なかなかお給料がね、まあ、全盛期の3分の2以下にはなってるんで、やっぱりね、そういう意味でいくと、当然支出を減らせないといけないというところで、一食で弁当4個とか食べてたらね、食べ続けてたらね、そりゃね、安い弁当を選ぶようにはしてますけど、厳しくなってくるし、だんだんバラエティもね、少なくなってくるんで、あれかなと思ったんですけど、最初はね、ちゃんと、かぶらないようにデータとか取ってやろうと思ってたけど、もうね、80個ぐらい超えてきたあたりから、どこのメーカーのどの弁当を食べてないのかとかで、だんだんわからなくなってくるんで、まあ、もう、いいやってね、どっかで持ち帰ったらね、お前に食ってたぞっていうのが出てくるかもしれませんけど、もしかしたらね、時期が経ってね、最近ほらね、言われるじゃないですか、スネ上げだとか、いろいろと言われたりもするのもあったりするんでね、覚えてる方はね、それを比較にね、見ていただいてもいいかと思いますし、まあね、いろいろと新しいものもね、食べていけたらなと思ってますけどね。まあ、実際ね、これをやり始めるようになって、新しい、ものに、を手出しやすくなりましたね。昔というか、まあ、もともと、あんまりそんなに新作ものとかを好んで食べる人じゃないです。まあ、これマックの新作が出たって言って、別に食べるんじゃなくて、マックやったらもうエグチかダブチかハンバーガーっていうね、ぐらいで、そんなにまあ、フィレオフィッシュたまに食いたいなとかっていうような感じで、どっちかというと定番品をいろいろ食べるっていう感じの人間なんで、新作ものとかを、好んでは食べないですっていうところがあったりするんですよね。なんですけど、もう、ね、山田もくもくに至ってはね、どっちかと新作が出たらね、まあ、最近結構、食べに行って、で、やっぱそういう動画の方が伸びる。まあ、ちょっと1時間、1ヶ月くらいね、ちょっとラグがあってね、期間限定品とかは、難しいのかな。まあ、それはそれでまたエクスプレスみたいな感じでね、差し込みをしてもいいのかなとは思いつつね。まあ、このあたりがね、なかなか難しいのが、ここまでね、
動画を150本くらいね、すでに、編集終わったストックが150本あって、今、未編集の動画のデータが約80本分くらいあるのか、もっとあるか、100本分以上あるか。ですから、250本ストックを常に持ってますよ。300本前後を常にストックとして持ってますよっていう人は、まあ、いないんですよね、やっぱし。ね、その動画の投稿予約のね、やっキャプチャーとかね、いろいろと、わーって乗っちゃった。それこそ、YouTube の公式さんも、なんか驚いて貼りましたからね、すごいと。ね、じゃあ、いただいてましたね。まあ、いないでしょうね。こんだけストックしてるって。大手さんでも、ストック数はそこまでは持たないみたいなんで。結構、明日上げる動画を今日アップロードを完了したって言ったら、比較的、ダクトとしては早い方、みたいな。今日アップロードする動画は3時間前に、動画完了しましたよ、みたいなね。そっかもね。結構、よく聞きますからね。うん。まあ、うちはどうしても仕事してるんでね、忙しく、仕事が忙しくなると、極端に編集がね、できなくなる、ケースがあるんで、2週間はね、最低持ってないと。で、しかもその編集する、まとめてガッと編集する、お休みの日にね、編集をしたりとか、まあ、平日の日もちょろ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 とやるわけですけど、ただ、これがね、撮影に来ますよっていう週になってくるとね、撮影で土日を使うとね、もうその次は編集がだから10本とか15分とかできなくなるんで、とかっていうことをね、考えるとね、やっぱ2週間ですよね。どんなに最低でも2週間はね、撮影完了して、もう YouTube に動画投稿完了してやっと作っとかないと、かなり、この毎日投稿ですら厳しいですね。うん。っていう中で、ね、今回はね、ちょっと編集する時間がいろいろ取れたのと、まあ、その撮影ストックがね、多くできたっていうのが一番大きいですけど、ロング動画のね。で、この、ショート動画の方もね、まあ、簡単に撮れるのはね、さっきね、いろいろと言ってました。とはいえね、他のショート動画投稿してる方のやつと比べると、かなり、撮影準備、撮影、編集、すべてにおいて、かなりコスパのいい作りになってますからね。ですので、そういうのもありなんじゃないかなと。うん。いうところなんですけどね。まあ、とはいえね、本当に近況報告がね、全然ね、これだとね、今の、やってるとね、できなくて、本当は、どっかでね、つまらない話シリーズ、みたいな調査のやつか、まあ、もしくはね、あれですね、ステラジ生放送がどうしてもね、夜中の3時とかだと、声張ってね、取れないとかあるんで、まあ、ですから、何かしらで、ラジオだとね、多少ちょっと小声で喋ったやつでも、再加工してね、すれば、聞き取りやすくできるかなというのもあったりするんで、ラジオっていう形でもう一回させるのか。ただね、YouTube は映像を動かさないといろいろ規約違反になっちゃったりするっていうのがあるんで、もしかしたら、まあ、ウルトラシーアンとしては、この捨て出しをニコ動限定コンテンツにするとかね、ニコニコ動画と限定コンテンツにするっていう手もあるかなとは思ってます。自然的なところで、YouTube 限定動画みたいなのが必然的にちょっと今何個か生まれちゃってるんですよね。具体的に言うと、まとめ一気見版って言って出してる過去にね、編集した動画を全部ね、全シリーズをまとめて、一本の動画にしましたよっていう。その時にちょっと音声加工とかもね、再加工とかしてね、あと映像もね、ちょっと、上が大きいところとかちょっと、デジタル、なんていうんですか、リマスタリングか、ね、してみたりとかして、開けてるんですけど、それがね、ガチの長い動画、水間観音行ったやつとかね、貝塚のやつとかだと、データ容量がどんなに圧縮しても5ギガとかいっちゃうんで、YouTube はね、全然、なんなら YouTube はその圧縮前の動画の100ギガとかのデータをね、その時一撃で上げてたりしますけど、
そっからどんなに圧縮してもね、ニコニコ動画は 3GB までしか上げれないんで、上げれないというのがあるんですけど、逆に言うとニコ動画はその音声オンリーでも画像だけでペタッと貼っつけたようなやつでも、OK なんですよね。一応ラジオコンテンツっていう形で、出せば、問題なく、利用規約に引っかかるようなことにはならないという感じみたいなんで、それでいこうかな。そうするとめちゃくちゃ編集が、だから音声オンリーのね、ラジオと言っても本当に、ただただ音声を流され流して、まあ、軽い BGM を後ろから流しとくかなぐらいの。とにかく編集にかける、時間をね、最小限にしたいというところでね。できねえかな。それで、まあ、ニコ動に定期的にそれだけ限定コンテンツみたいな形であげるっていうのもありかなと思ってます。週1か2週間に1回とかでね。で、近況報告とかが全然できてないですよね。近況報告するほどの内容がね、今の生活にあるのかと言われたら怪しいんですけど。特に、撮影も今ね、行ってないですから、その編集の方とか、強化してますからね。ってなってくると、いよいよ、本当仕事行って帰ってきて動画の編集をして、黙々してる動画を撮影して、終わりなんで、一日かね、本当にそれでずっと終わっていくんで、これ本当にそのもぐもぐするの何をもぐもぐしようかとか、スケジュール考えるっていうのがなかったら、多分心折れてますよっていうぐらいに、もう本業のね、仕事でいっぱいいっぱいではありますんでね。それは心の拘束パスどおりもあったわけよな。ここって駐車場いくらなんやろ？軽さがあってますね。ここって何か来る？中部国際空港かと、名古屋の方便とかになってる。一日やるやん。だったら新車と変わんねえな。なるほどな。軽さか駐車場、一瞬でした。ってことでね。まあ、何取ってこうかな。何食べてこうかなとか、今買ったやつにちょっとどっかで食べたいしね。まあ、しかし暑い。あとそうだ。ちょっと電球だけ買わないといけないんだ。リビングの、リビング？うちの場合はあれダイニングか。ダイニングの、照明が切れちゃったんでね。それでちょっと僕、買わないとなと、いうのがあったりしますけどね。まあ、ちょっと近況報告的なもの多少ね、これも入れていこうかなと思いますけどね。なんだろうな。こうなっちゃうんですよね。動画をこうやってしてちゃんと回すのが、まあ、山田系サッカーで一応月1は撮ってるとはいえ。あ、そう、山田系サッカーもやらないといけないんだ。一応データ取りはしてたんですけどね。まあ、YouTube は、なんとか、体裁を保って、ニコ動画崩壊したという感じでしたね。厳しいね。なかなか、まあ確かにちょっとリソース、ショーツでね、ちょっと、再生数が、またね、伸びてきたのが崩壊してきたんで、それをね、立て直したいっていうのが最優先に置いてたんで、どうしてもちょっとニコ動の方までケアが、回りきってなかったっていうのがありますからね。とかっていうのもありながら、近況報告がね、全然できてないんで、近況報告するネタもね、もう当然、作れてないっていうのもありますけど、とはいえ、いろいろとね、出てはいますんでね、最近もね、ちょろちょろと、いろいろと、あったかなと思ってね、今、頑張って思い出してるんですけどね。ドライブしながらだとあれなのね、普段ね、そういうのなかった時には、メモ帳を取るんですよ。なんで、そのメモ帳を見ればね、なんか話したいなと思ってたことをね、お題がね、いっぱいダーッと書いてあるんでね、それを見たらね、いっぱい話せるんですけどね。こう、いざね、家でカメラをね、据えてね、いざそういうのやろうと思うとね、もうダメだ、編集を進めないとってなっちゃうんで。何してまだ100本分ぐらいありますからね。ですから、
まだ多分、徹夜で仕事もなし、やらずにね、仕事を辞めたとしてね、徹夜でね、編集したとしてもね、丸、5日間から6日、丸1週間はね、編集だけで楽しめるぐらいのね、データが残ってるんで。そうか、すごい、量をね、果たしていかないといけませんからね。っていう中でね、さあ、どうしたもんかっていうところなんですけど、まあ、最近ね、ってなってるのは、動画の編集でね、ちょっとね、いろいろと、とはなってるところがあります。お悩みといえば悩みなんですけどね、ちょっと困ってるところがありましてですね、ってのをね、うち、パワーディレクターっていうね、ソフト使ってるんですよ。一般的にはね、よく使われているのだと、Adobe Premiere かな ?Adobe Premiere Pro と、あと Final Cut が多いのかなっていうところ、だと思うんですけど、そんな中で、うちは、Power Director っていうね、ソフトを使ってます。サイパーリンクさんっていうところがね、作ってるやつなんですけど、これね、Power Director が最近、大幅なアップデートがありまして、アップデートでね、かなり、今、一喜一憂をしていると、いうことでございます。一喜はですね、これですね。今、多分聞いてもらってる音声も、その新しい機能を使ってると思うんですよ。アップデートでね、新しく AI で会話抽出機能ってのがついたんですよ。これはね、実はうちのチャンネルにとっては非常にありがたくて、こういったね、ドライブ動画とかだと、多分普段、過去の動画ね、見てもらうと、まあ、かなりノイズが乗ってたと思うんですよ。最悪193円。あ、そう。で、なんだっけ。そう。かなりね、特にこのドライブ動画とかと、駅でね、電車とかわーっとね、校内放送とかわーなってるね、ところで撮ってる動画とかはね、かなり外の音とか、あと、まあ、カメラのカチカチ音とかがね、すごく入ってたと思うんですけど、このね、会話を抽出するっていう AI 機能が搭載されまして、これを使うとね、かなり、この周りのノイズがね、自動的に、消えるぞというのでね、これはね、かなりいいなという機能になってますね。これはかなり重宝してます。本当列車が走行していく、音とかも、見事に消えますもんね。すごいな、あれ、と思って。電車、車もね、今これもう、エアコンね、フルでね、炊いて、あ、今フルでなくしたんだ。これでフルですけど。今フルで炊いててもね、多分ね、結構、前はこれだと本当にガッピヨン。手動でね、いろいろ音声調整してね、なるべく聞き取りやすくやってましたけども、とはいえ、かなり、ガッピガッピのね、音でね、無理やりやってましたけど、そのあたりがね、だいぶと良くなりました。これはちょっと感動するレベルに良くなりましたね。そう、全体的にね、外の音とかね、やるとか、まあ、どういうか、雑談にね、の方にフォーカスを当ててないところからすると、正直、あまり無駄な機能っていう感じになるかもしれないんですけど、まあ、そもそもあんまりそういうような人は多分、Adobe のプレミアとか使っていると思います。全然あれなんですけど、このね、会話抽出機能は、特にうちのチャンネルはこと、雑談動画ですからね、あとね、これは大きいですね。あ、そうだ。せっかくだから、桑名まで、どこかで、あれやと思ったけど、桑名まで、あれで行こう。桑名の快活にでも行こう。で、桑名の快活行く途中の間にいろいろと、買いだめをして、快活クラブでね、もぐもぐ一気に取っちゃいましょう。そう、暑いですよね。なるべく暑いとこ避けたいというふうになった時にね。快活クラブはね、だいぶいいんですけど、快活クラブの個室ってエアコンが、あれじゃないですか、共有じゃないですか。なんですけど、実はその、桑名のね、ところは、
個室それぞれにエアコンが、ちゃんと単体でついてるんで、温度調整ができるんですよね。だから、クーラーをガンガン効かせることができるんで、これはありがたいな。それでこう、っていう感じで行こうかな。っていう感じですね。じゃあ、途中で何買っていこうかな。イオンありきたりだしな。こっちならでは。こっちならでは、なんか弁当屋さんとかあったっけ？あるだろう。せっかくならね、こっちの桑名、稲部方面、東院方面のね、ならではな、やつもね、買ってきましょう。あ、プラプラと走りながら、歌ってこうかな。で、なんだったっけ？パワーディレクターの新機能の話でしたね。で、それは良かったですよね。その AI 会話抽出機能。これはかなり神機能で助かりそうだ。とか、助かる、すでに助かってるよっていうところですね。で、反面ですね。一喜一憂の U の方はですね。これ、他のパワーディレクター使ってる人も今多分直面してると思うんですよ。グラボの、エンコードを、サポート機能が使えなくなってるんですよね。正式名称は高速レンダリングって言うんですけど、これちょっと、動画編集とかやったことがない人には多分ちんぷんかんぷんだと思いますし、動画編集やったことがある人でも、ちょっとそのあたりとか細かくカスタマイズしてやろうっていう、ことやったことがない人はちょっと、あんまりよくわからないかもしれないんですけど、パソコンでね、こう動画編集するときってね、当然、元の動画から、元になる素材のデータをね、いろいろと集めて、そこに画像とかテロップとかね、文字情報とかいろいろ入れたりしながら、一つの、動画作品を完成させるんですね。で、動画作品は、基本的な MP4 っていう動画の出力形式に、で、一本の動画として作られるんですけど、作り出すにはそのパワーディレクターとかそういったソフトで、書き出しっていう、作業をしないといけないんですよ。この書き出しっていう作業、別のな、またのの、エンコードかな？併合だとエンコードっていう作業になるんですけど、このエンコードっていう作業は基本的には、これ意外と忘れられがちなんですけど、CPU っていう、チップを使ってやるわけです。そこが頭脳ですからね。ちゃんと考えてこういう風にしてちゃんとやってくださいよ。ちゃんと動く動画にしてくださいよ。っていうね、指示を出すのは、脳みそである CPU っていうところが、行って、それでまあ、脳みそって言っても脳幹の部分に当たるようなところですね。で、そこからね、大腸葉、大葉脳か、の部分になるようなね、記憶領域のところに、シナプスにね、バチバチバチッと、書き込む先がハードディスクだったり、SSD だったり、メモリーカードだったりするわけなんですけど、その書き出しをするために、いろいろと考えてやるのって、基本的には CPU って言われるところがやるんです。で、この CPU っていうのが、よく聞く、パソコン買うときにね、インテルとかね、インテル、コア i7 とか聞いたことないですかね。i3 とか、セレロンとかね、聞いたことないかな。あとは、うちのパソコンだったらこれがライゼンっていう、AMD っていうメーカーのライゼンっていうやつなんですけど、ライゼン5か。違うかっていうのは。ライゼン5とか7とかとかになってたりする、っていうのがあったりするんですけど、そういった CPU っていうところが、基本的には考えますよってなってるんですよね。なんですけど、この CPU さんだけでやろうとすると、まあまあ時間がかかると。ですから、なんで、代わりに、いや、そういうのに特化した、脳みそを別でつけちゃいましょうというわけですね。いや、ゲーマー脳にしちゃいましょうということでございます。
それが、GPU と言われる、いわゆるグラフィックボード、グラボとか、ビデオカードとかって呼ぶ人も、いるかもしれません。人によってはそういうね、呼び方をする人もいるんですけど、GPU だったりね、っていうような言い方が、海外だと GPU が多いのかなっていうところなんですけど、この GPU っていうのが、いわゆる GeForce とか、ラデオンとかっていうようなやつとかが、まあ有名な二大メーカーですけど、っていうようなやつがあって、それはもう完全にそういったゲームの質、ことを、ゲーマーのグラフィックとかを処理するやつとか、ですので、そのビデオの書き出しとかもグラフィック処理の、ところに入ってくるんで、そういったのに得意なやつ。っていうことなんで、その GPU っていうのを使うと早くできるんですよね。だから意外と忘れられがちなんですけど、結構たまにいるんですよ。その動画編集を始めるのに、いい、もう20万以上のね、いいパソコン買ったぞ、イエーイって言ってね、もうなんかグラフィックボードもちゃんとめちゃくちゃいいやつつけたからね、これで高速、作業間違いなしって言ってね、やってる人いるんですけどね、たまに、そういう人たちも忘れることが、てることが、たまにというかね、たまに、ちゃんと知らない人はね、結構忘れがちなんですけど、この、頭のいい、その、出力に特化したやつで、使おうと思うと、使うには、その、設定をしてやらないと、いつまで経っても、デフォルトの CPU の方で考えちゃうんですよ。パソコンって。ですから、そのグラフィックボードに入れて、ほらほら早いだろうって言ってる人も、パッと見てみたら、ちょっと待って。それは CPU が高性能なパソコンだから、確かにうちらのパソコンより速くなってるけど、そのパソコンの本量の10分の1も出せてないよっていうことがあるんですよね。それは、その、要は、ちゃんとその GPU 専門の脳みそ使ってくださいよっていう指示出しをしないと、いや、いけないんです。それが高速レンダリング設定っていうやつなんですよ。ちょっとマニアックな話だったり、いろいろと頑張って噛み砕いてみましたけど。っていうことなんで、その、要は何が言いたいかというと、高速レンダリングっていう機能を、高速レンダリングっていう機能を、に設定してやらないといけないんですよね。で、当然私も、ちゃんとグラフィックボード、まあちゃんとって言ってもそこまで、まあ、めちゃくちゃ高いやつじゃないですけどね。1060Ti っていうやつです。ボスの、やつですけど。まあとはいえね、やっぱ使うとね、やはり言うてね、その、ハイエンドじゃないです。全然、どっちかっていうとコスパ重視タイプ、ミドルローぐらいになってくるのかな今の機能だと。5年前ですからね、買ったのは。今のパソコンのグラフィックボードのハイエンドからしてみると、ミドルロー、ぐらいのところの、まあ、ちょっとチープだよねっていうところにはなっちゃうんですけど、とはいえね、GeForce です。これを使うと、もう 4K だろうが、もうバチ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 と、高速に仕上げてくれるわけでございます。4K の動画で、本当に、多少いろんなテロップとかが入ったりとか、ね、いろいろな処理が入っても、1分あたり1分で出力してくれますからね。これね、本当に安いパソコンでやってみると、1分あたりで10分とかかかります。動画1分出力するのに10分とかかかるので、10分の1とかで収まるんですよね。で、あいくら果てに、エラー起こして、止まっちゃったりするんで、その安いやつでやってやってね。GPU 使わずにね、安いのでやろうとすると、そういうことにもなっちゃうんで。そういう意味で言うと、すごく使う機能だったんですが、なぜか知らないんですけど、本題はここです。なぜか知らないけど、アップデートしたら、その高速ビデオレンダリングが 4K 非対応になっちゃったんですよ。あれ、なんで？前は、
安いグレード、その低画質のやつにはその高速レンダリングができないような感じだったんですけど、その 4K とか 2K とか、でかい出力をしたいときは高速レンダリングで早くできるような設定になりましょうってなってたのか、なんかね逆になってるんですよ。なんかね、くっそ低いレートの、要は、画質、動画やったら高速レンダリングができるんですけど、ハイエンドなやつ、4K とか 2K のやつには、残念ながら、その、高速レンダリングができませんって、なんか、なっちゃったんですよね。特にそういう仕様に変わりますっていう書いてあるわけじゃないですよ。自動的にセーフモードで、ボタン、高速レンダリングのボタンが押せなくなっちゃってるんですよ。これがね、かなり困ってましてですね。なんかね、おかげでね、なんかね、めちゃくちゃ時間かかるんですよね。うん。とはいえ、まあ、うち、その、ライゼンの、まあまあ、いい CPU は使ってるんで、そこまで、ド派手に、スピードが、落ちるわ、致命的だわ、っていうほどではないんですけど、とはいえっていう、まあまあ、しんどいよってところで、逆や、曲がったん、こっち曲がったらあかんよ、何やっとんの、俺。ああ。なんか買ってこ。あ、いっか。まあ、なんか買ってこって言ってたし。なんか、惣菜屋さんあったっけな、こっちの方。別に三種でよかったよなぁ。こっちくらいか。ああ、そうなぁ。北斎スーパーもなくなっちゃったしなぁ。うん。あと、っていうのでね、今、その高速レンダリングができなくなっちゃったんで、めちゃく、結構まあ困ってます。結構まあ困ってます。これ、ちょっと、早いうちに、どうにかしてほしいっす。サイバーリンクさんよろしくお願いします。と、いうのを切断で書いてね。で、これが影響してるのかわかんないんですけど、最近、縦動画で、ちょっと倍速とか使ってる、速度の、調整をしてる動画が、なんか、エコー出力中に、バチンと落ちるんですよ。強制終了で落ちちゃうっていうことが結構頻発してまして、これもね、非常に困ってるんです。これもその高速レンダリングができなくなったから、そのグラフィックボードが使えなくなったからなのか何なのかわからないんですけど、とにかくまあ落ちるようになって、非常に厳しいなーっていう感じですね。落ち始めるとダメなんですよ。できるときはもう7回ぐらい連続でパンパンパンって出力できるんですけど、1回バチンと落ち始めるともう20回ぐらいできなくなっちゃって。これはね、まあまあ困ってますよ、本当に。あ、そこのピアゴってなんか入って、珍しいテナント入ってたっけな。あ、吉津屋行けばよかった。ここまで来たんだったら、でもこっからまだ、なあ、吉津屋は遠いよな。でも吉津屋ってあんまりもくもくした動画上げてないもんね。吉津屋はありか。まあいいや、止めて。あ、そのもくもくとりあえず撮っちゃおう。昼飯時間だ。で、中で買い出ししましょう。出ないと、一瞬で高温になりますからね、今。室内温度ね、ちなみに車内温度測ってみたらね、48度でしたからね。ダメダメダメ。一瞬炊いたもんね、生物置いちゃダメな温度です。うん。焼きサンドになっちゃいます。どうせ、一旦もぐもぐ取るから。端っこの方でいいや。と思ったら、一番端っこに取る。だね。だね。いいよ。とりあえず、ちゃちゃっと撮ってきましょうかね。あ、しまった。普段撮ってる用のスマホ忘れてきた。まあ、これでもぐもぐしてる。いいか、これでいいか。あ、ね、うん。あ、いや、サンドイッチだから立ててそのまま撮りゃいいや。あ、ここだ。よし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 。な、ここも黙る。さっとさっと、なんかすごい、これいった。カバーとの相性がめちゃくちゃ悪くてね。ダメなんですよね。なんとか。
なんとかうまくできんか。厳しいか。倍率もなんかめっちゃかでかいですよね、こいつ。なので、あまりにも禁煙になりすぎるんで。よいしょー。うわ、なんも見えねえ。危険だよな。ここ？ダメだ、全然ダメだ。ずいな。カバー取るか。しゃあねえ。よいしょ。店内のこから。よいしょ。カバー取ってつけよう。ほんとはこれカバー頼ってなった時はね、カバーがね、めちゃくちゃ、ゴワゴワすぎるんですよね。そして、そうすると今度は。ああ、こんなもんでいけるか。こんなもんでいけるか。まあ、こっちはね、サンドイッチはね、めちゃくちゃ簡単に取ってますからね。とりあえず取っていきましょう。ほら、こんな感じですよ。めちゃくちゃすぐ始めちゃいますからね。ではね、行ってみましょうね。ミックスサンド。では、いただきます。なんだゆっくりやってるよ、俺。さっきも分かった。このね、開けるところとかもね、もう、画面内に入れてしまえばね、しかも、下が3分の1が隠れるっていうのを想定してね、なるべく上の方でね、開ければ、動画になるというね、ミックスサンドも、どこのやつも食べ終わってるのか分かってね、ローソンはまだ食べてなかったと思うんだけどな、セブンイレブンは食べた記憶がある。セブンとミップだけだったと思うんだけどな。これは多分、動画を作ったことがある人なら、驚愕すると思います。これで一本出来上がっちゃうんですからね。すごいよね。世の中、ショート動画でも、ね、丸一日かけてね、撮ったり、まあ、そこまでしなくても3、4時間、4時間？そういうこと、企画の段階でね、2、3時間台本作って、そのね、台本通りうまいこと、3時間とか4時間とか撮影をして、それでね、さらに、編集エフェクトをいろいろと、細かく付け加えてと、やってるようなところもある中、これで終わりですからね、すごいっしょ。びっくりっしょ。なんなら今2本分撮ってるわけですからね、こっちとこっちで。すごいよね。怖いよね、口元。もういいや、このままこっちのカメラ、あ、もういいや、このままこっちのカメラ撮っちまえと、そこまで。よし。というところで、たっぷり生クリームの方もね。これはもう2本目ですからね。いきますよ。よし。普通のリアルで終わりですから、怖い。すげえな。ひでえな、本当。我ながらすげえ。効率的に、本当、端折ってやらせたら、天下一品ですからね。よし。じゃあ。生クリーム。では、いただきます。案外ね、喋ってますよ。実は。カットでね、全然音も入ってないですけど、本編というか、ショートではね。たんま、たんまや、おい。ちょっと、でよかった。さすがにこの高音で、スマホの方は、いっちゃいましたね。あ、ショートより、じゃあ、こっちに繋いとこ。ごちそうさまでした。よし。暑いっすもんね。やばいな。やっぱこれはね、涼しいところで食べないといけません。じゃあ、お弁当買ってね。あ、つうか、弁当屋さんとか探そうかな。ああ、さあ、とりあえず、ちょっと。あっちし。そんな、確認しよう。なんかないかな。なんか、目立って、なんか、地元のお弁当屋さんみたいなのも、見当たらないんで。まあ、とりあえず、ピアコでなんか買っとくか、まあ、金になっちゃいますけどね。まあ、いいでしょう。とりあえず、買いに行って、なんか、速報的なものとか、あれだったら取るかもしれない。今ちょっとニュース見てて気になるのもあったんでね。よし。それは、さすがにあげようかな。ちょっと。よし。あ、いざとなったら別に、あそこで行くんだから、快活行くんだから、快活空いてる、席空いてるだろうな。さすがに大丈夫だと思うけどな、同じこと考えてそうなんだよ、こんなんだけ暑いとな。
やばい、意外と埋まってるな。むずいかもしれない。まあ、いいか。埋まってたら、埋まってたで、その時考えようよ。よし。買ってこよう。いやー、やばいね。暑いね。びっくりだね。ついでに、ビアコ、今、絶賛リニューアル工事中なんですね。すごいタイミングで来ちゃった。なんか、8月下旬には、マルチューズが壊れするみたいなんで、うん。それはそれで楽しみですね。うん。いいとこなんですけど。これでね、とりあえず、いろいろ弁当を3個ぐらい買ったんで、これ食ったら、ちょうどいい取れ高になるや。食うね。結局やっぱ食うんだよね。とか、これまずいわ。カメラ、こっちのカメラでもさすがにやばいかもしんない。こんだけ暑いともう、入った瞬間40度オーバー確定ねって感じでしたもんね。うっほということで、サンシパークの、開発クラブ行こうかな。そう、サンシカップってなってるんで、別に、こんな、わざわざ別のところに来なくても、冷静に考えてみたら、サンシパークって名前の通り、サンシの中にあるんで、サンシの総裁でよかったよ。もともともなさすぎる。やっちまったぜ。あ、こっち。そう、そういや、丸中こっちなんですよね。日中の方はね、金瀬の方に入ってますけど、ここのすぐ近くに金瀬あるんですけどね、こっちはこっちで。東院の金瀬は逆に、競合亭の方に入ってるっていうね。あとラストリベラ。これで、金瀬の前ですね。ほんと近いです。これは実は競合、そうですよね。この角度が一番安定するのかなぁ。基本的にはパイロカメラと変わらないんですよ。ちょっと中心の位置が違うかにあいか。なんか、ずれやすさとかずれてく位置が違いますね。固定をしていないっていう、もともともない問題を抱えてますからね。全然違った。どうやらいいかな。失格するもん、近い帰り。居酒屋さんかな、日本は。串カツ屋さんって感じでしたね。最終ボックスできとったんや。まあ、ダンボールと渋雑だけやったら、まあ、うちの人以上、リクラでもありますからね。よいしょ。さあ、三失敗くらい。あれ、こんなとこのカード。そうですか。あ、本屋がなくなったんだっけ。しまった。あれ、入ってやめたな。カードを出してなかったんだよ。よし。じゃあ、あとは、鍵付き個室が空いてることを祈って。すごめん、ちょ、休みましょう。地味に疲れた。あ、差し込まなくても忘れた。あ、いや、あの。さあ、ってことでね、無事に部屋も結構できましたけどね。そう、その小穴の差し込み、ここなんですよね、特徴が。ここ特徴というのがあれなんですけど、部屋にこの、ちゃんとしたエアコンがあるんで、暑い時はいいです。本当に助かりやすい。他のところ、開発クラブ、他のところの映像、うちのところでもいろいろ使ってるんで、ね、あると思いますけど、なんか、扇風、なんか、排気口みたいなやつ、つまみがね、ついてて、くるくるって回すと、風が出てきますよってやつなんですけど、まあ、そんなにね、風の強さもあれなんで、結構、冷えが、暑い時はね、ちょっとね、結構、ちょっと、もうちょっと、涼しくしてほしいなとかっていうね、感じの時もあったりしますけど、ご飯もバリバリ効かせれるんで、めちゃくちゃ助かりますと。いうことでございますね。まあ、早速、まあ、ぼちぼちとなんか食べながらね、撮っていこうかなと思います。まあ、なんか、
あれ、あったらね、あとはちょっと雑談動画もここでもちゃちゃっと撮っちゃおうか。夜勤集なんでね、ちょっとまたちょっと仮眠通りたいなっていうのがあるんでね。よし、とりあえずクーラー効いてくるまで、ぼちぼちと撮影の準備していこうと思います。いいよ。